遥か400年前、一人の男は欧州の運命を背負い、異国の地へと旅立った。
そしてメキシコとの貿易をお許しくださいませ。どうか我らに希望の光をお与えくだされ。その後セナー様は死んだわけでなく、キリストの洗礼を受けられた。しかし洗礼を受けてもなお事態も好転することはなく、7年の月日だけが過ぎ去っていったのである。ついにお声掛けと喜び勇むも、内容は強制帰国。我ら県庁経路施設は失意のどん底に叩き落とされた。帰国後徳川幕府により緊急令が知られた時代、県庁経路施設の存在は闇の中へと消えた。政宗様、それがしは政宗様の使命を何もなしぬまま戻ってまいった役立たずにございます。今時がキリシタン弾圧の世とあらば、もはや伊達藩に我が存在、いえ我が命が不要にございましょう。これまで殿にお伝えすることができ、誠に幸せでした。皆の者、まだ志はあるか。ああ、彼の前に日の元の民が皆笑って暮らせる新たな時代を作るために、そしてお主たちが幸せに生きれるように。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。会場に添いしてロシュ、こんにちは。こんにちは。利益条件を選択汗倉聖長さんにござる。本日は足元の悪い中、よくぞここ米沢市、そして天国の森にお越しくださいました。皆が参ってくれたからこそこの地が駆けつき、そして我ら武将隊も英気を養うことができるのでござる。心よりお礼申し上げる。この度は第5回米沢国の陣を一層盛り上げるべく、山形市と仙台市の間、我が故郷川崎町より加勢に参りました。以後、見知り置きのほどよろしくお願い申しまする。総裁に礼。さて、いつもであればな、ここで周知した日の用心について話すのが、残念ながら観光方面から PR したき情報は特にないとのことです。え、全くないでございます。最後、あそこに座ってるから聞いてみる。あの反応、まことにございます。いやいやいや、これは事件にございまするぞ。これまでに費やしてきた時間は10分、いかに残り10分をやり通すか。ならばそれやしが移住定住促進事業だ。いやいやいや、待て、我が故郷の予算を知らぬ者にいきなり進めとは順序。しかしこのままではまずいですぞ。確かに、見てくだされ、この汗を。会場の皆様の方が困惑している様子に、それが尋常でない焦りに苛まれておりまする。だらんじゃ村上殿、会場の皆の心配じゃなく己の心配でござる。いさごろ、ぶっちゃけお主もであろう。バレた。おやめください。それはそうと半兵衛殿、顔色が悪いよ、大丈夫か。おい半兵衛、距離いたぜ。この機会ぜひ香川温泉、そして淡路温泉にたまりに行こうでござる。そう来た、始まった。どの機会でたわけ、応援に戻らんよ。しかしお主たち、わしの台本がなければ話せんのか。まあなければないで、やるべきことやるだけですな。うん、なら今すぐ我が国を川崎町の玉所から収拾だ。よっしゃ、見てもらえ。始まったぞ。常長大名物、高すぎるプライドと引っ込みじゃんじゃん。なあ、わしらのなすべきことはな、これから先に行われる催しを周知すべきことではない。なあ、わしらをこうして川崎町という町を知ってもらい、そして新鮮な空気を町内に流し込み、そしてそこに励む者に光が当たるようにいたせばいい。なあ、さらには、そうだな、今までやった催しをな、すべて綺麗に周知したとか、これから入ってくれる者たちも増えることだろ。それは春には何があった。ワンパイ作業、この作春の桜、新湯そば祭りの開催、荒巻ロックフェスティバルのこの時期にございまする。
夏には何があった？町で2回開催される花火大会。おっと、その前に6月の長谷倉常長祭を忘れてはなりませんぞ。良いこと申した。久保田の青根温泉年当たりも忘れてはなりませんぞ。秋には何があった？踊り文化技の匠や力作の秋蕎麦を振る舞う蕎麦祭りに、旬のサンマやキノコ汁を含む青根温泉感謝祭に。冬には何がある？青根温泉雪明かりに青根温泉星明かりにござる。青根なんだけど、まあな、まあ我が川崎町はな、同時期に、国営道の森の湖畔公園、そして、宮城蔵王セントビンス基地、そしてルポポ川崎という施設がありまして、そこの同時期に雪を使ったイベントというのを開催しています。ならばこの後15分の休憩があるとのことじゃ、今申し足りないことも含めて周知いたそうと。あ、しかしながら鶴永様、じゃあ蛇王さんの札、蛇王さん、蛇王さん、蛇王さんでございます。職場を説明です、ね、蛇王さんの火山活動の状況が気がかりで、皆の足が遠のいていることに変わりはございません。風評被害というものにござるな。分かっておる。確かに我らが霊峰蛇王さんは活火山だ。だからこそその恵みとして温泉があり、歴代の打席で講師を癒して参った中、自然を相手に安全と申すことはできぬが、ただ我が温泉地には被害はないと聞いておるぞ。あ、さようにございます。いつもと変わらず笑顔で、皆々様のことをお待ちしております。大事なことゆえにどう申します。いつもと変わらず笑顔で、皆々様のことをお待ちしております。大事なことゆえ3度言います。いつ着が余ってるからではないですぞ。待っておるぞ。待っておるぞ。待っておりまする。待ってしておりまする。待っておりまする。待っておりまする。待っておりまする。うん。彼はそろそろ、あの、元のな、時間が潰れたということで、潰れたことに。あれ？いなくなってる。ちょっと、探してまいる。は？は？ちょっと、旅出るのか、探してまいる。自由すぎるのは程がありますから。いや、先ほどまでちゃんといたんだ。自由上で一箇所にいられるんですよ。じっとしてられない。どうじゃ、おりませんでした。アメ、どうじゃ、おったか。いませんでした、でございます。どこ行ったんだ。あ、おった。そのまさぐれの幼少期から片時もそばを離れず、後に名産坊として釣り鐘のごとく天下にその名を轟かせた男がいた。片倉小十郎、影綱。これ
戦車この間にな、まだ行かない。今回の場所、この後福島大佐が戦って休憩が入ってます。15分ね、あそこの帯のところで、公開いたします。その1回だけの休憩、あとは無効となる。行かない、早く行かなければ無効になるということです。で、何も貼ってないもの、お持ちの方、これは行けば何かあるかもしれないので一応言ってみてください。何かはもらえるかも。間違っても、先ほど影さんと申し上げたように、上杉の武将であるガチャガチャには入れないように、そこだけは作ったので詰まってしまいます。頼むよ。はい、というわけでね、この後の15分の間だけのコンパニーになる。皆様ぜひとも裏面に得意のあったものをお持ちくださって駆け寄ってください。ね、では影さんとも、まさかその顔ってもう帰るなんて言うから、この顔になったら本当の生きてくなる。コロコロコロ、いや、まさかまさか1時間半かけて来て、1時間25分あで25分ってもういいんでござるが、小判をばらまいてまた1時間25分かけて帰る。気持ちよかった。気持ちいい。帰ります。じゃあ帰るね。いやいや、帰る。見ておらんって戻ってください。見よ。いや、本当に帰ったな。皆の者、春光の支度はどうだったか。あ元気なんだよ。これから先、一人では帰らない苦しみ、悲しみがあろうとも共に乗り越えようぞ。お主たちの身は汗を覆う。今からラストの演武じゃ。セナ様の側近として心の次第を見届けてまいったただ一人の伊達藩士、我が名は小寺明智、決断の真実を後世に伝えるこそのみこと。日の本を行くのは我らの働きだ。徳川の世も伊達の働きにかかっているならば大使としての務めを支えてまいる。それがしは徳川幕府が向ける駒我们的，阿天天的六天王是吧？